どうも、トマピーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は皆さんに重大発表があります。この度私、トモハッピーが、社長をさせていただいております。株式会社ハッピー商店にて新しいカードゲーム店舗をオープンします。はい、株式会社カードンでカードンという店舗を開いたのが今年の3月です。それからまだ半年経ってません。まさかこんなにも早く新しいカード屋をオープンすることを発表するなんて思いもよりませんでした。もともとこの後もね、いろんな種類のカード屋やっていくっていうことは何回か動画で話したことあったんだけど、まさかねこんな早くなるとはね。はい、まさかです。前にどっかで言ったことある気がするんで、これも補足しとくと、来年の3月まで新しいカード屋はやらないってカードの社長大野さんと約束してたんですけど、まあ、このいろんな約束事があって、これはお互いが同意してお互いにとっていいこととか、お互い OK な子だったら、まあ、変えていいよっていう中で、もちろんその円満にご了承いただいて、引き続きカードももちろん全力投球中なんですけども、でそれとは別に、まあ、YouTube もここでやってるんですけど、ハッピー商店っていう会社で新しいカードゲーム店をやりますっていうご報告動画になります。でここからはどんなカードゲーム店なのかっていうのをお話しさせていただきます。まあ、なんか予想してクイズとして楽しみたい方は今のうちに予想してください。じゃあいきます。今回オープンさせていただくのはフレッシュ&ブラッド FAB の専門店です。はい、まあ、ちょっと僕周りのことをチェックしてくれてる方であれば、予想ついてる方もいたと思うんですけど、ハッピー商店っていう通販ショップで、もともと自由すぎる通販ショップとしてオープンして、まあいろいろ売ってました。途中からね、日本初のフレッシュ&ブラッド正規輸入店として、フレッシュ&ブラッドっていうね、ニュージーランド産の超面白いカードゲームが、世界で入ってるのがあるんですけど、で日本でまだまだこうかなり小規模、お店もいたのかもしれないですけど、一部の輸入されてる方がネットで、まあ、少し売ってる方がいるっていうような状態の中で初の定期輸入販売、そして時を経てシングルカードの取り扱いも数ヶ月前に廃止したっていうね、ストーリーがある中で、その通販でシングルカードを扱う時も実店舗オープン目指しますって言ってたんですけど、それが予定より早まって、もう出した方がいいね、このカードゲーム本物だねっていうこととか、やっぱりその元々海外の代理店さん、問屋さんから日本で輸入っていう感じだったんですけど、この度日本の代理店さんが正式に認定されたっていうニュースが出て、今後日本でもさらなる盛り上がり、2024年には日本語版も登場する予定であることから、もうこのタイミングで求められてるから、東京に FAB 専門店ないうちにやっちゃおうみたいな、これからこのタイトルは僕らはすごい盛り上がると思ってて、めちゃめちゃ面白いカードゲームで、マジック・ザ・ギャザリング以上にユーザーの離脱率が少ないカードゲームなんじゃないかなっていう感覚もあって、やることにしました。で、どこでやるか、東京都の山手線の駅なんですけど、高田の馬場駅徒歩1分でやります。非常に思い出深い駅です。13年ほど前にマジック・ザ・ギャザリング専門店ハレリアをオープンした場所です。最初50席の店を始めて、でそこから、ハレリアトーナメントセンターっていう大きいショップを作ったり、全国にそれを展開して大きいイベントを開催させていただいたりとか、ユーザーの皆さんに専門店一小売店としてだけじゃなく、さまざまなこう盛り上げ貢献をしながらやる専門店っていうので、皆さんにたくさん応援してもらって、そんなマジックで、辿ってきた道をこれから FAB と共に再現以上のことをできたら、その頃の経験も生きるし、たくさんこれから喜ばれることができるんじゃないかなと思って、非常にワクワクしてます。で、結構このフレッシュ&ブラッドっていうカードゲームのプレイヤーの多くが、今マジック・ザ・ギャザリングと並行してやってる方、マジック・ザ・ギャザリングをもともとやってた方が比率としてかなり多いことから、高田の馬場っていうのはやっぱりマジック・ザ・ギャザリングの聖地の街の一つともう日本ではなってますんで、そこの街でちょうどいい物件があったんで、そこでオープンすることが既存ユーザーの方にも、これからのユーザーの方にも喜ばれたり興味を持ってもらいやすい、そういう狙いでちょうどいい物件があったんで、そこにオープンさせていただくこともしました。そして営業時間はおそらく14時から22時っていうのを想定してまして、まあ、毎日大会があるようなお店、そしてプレイスペースは現状のレイアウト予定だと52席、52席予定してます。まさに
最初のハレルヤと同じぐらいなんですよね。そして同じようなレイアウトです。でオープン予定日も先言っちゃいます。10月5日の、診断発売の10月6日の前日ですね、オープンさせていただく予定です。やっぱ診断の発売間に合わせたいっていうのと、でも診断と同じ日だと混みすぎちゃうと大変なんで、振り返ればハレルヤの最初の店舗もこうドタバタ手探りだったななんて思いながら、懐かしむだけじゃなくてその頃の経験とかそれから10年以上の経験をこうフルに活用して今スタッフの力を借りて進めてます。店名ですね、店名気になりますよね。店名を最後にしたのはちょっと、ストーリーがあるから話が長くなっちゃうんじゃないかなと思って最後にしました。その店名のお話の前に、もう一つ言わせてください。正直これからすごい楽しみな中で、このショップはどん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 盛り上げ貢献しながら一緒に成長してやっていく商売だと思ってます。この店を通じてフレッシュ&ブラッド全体を一緒に盛り上げてくれるスタッフを募集します。オープニングスタッフの募集の告知をさせてください。今回募集するのはアルバイトスタッフ数名です。で業界最高水準の時給1300円で募集させていただきます。で副業でも OK です、学生でも OK です、フリーターの方もちろん歓迎です。一緒に盛り上げてくれる方ぜひ概要欄チェックしてご応募お願いします。本当に FAB が好きだっていう方、盛り上げたい方大歓迎です。そうじゃなくてもカードゲーム好きっていう方だったら絶対面白いと思ってもらえるようなカードゲームです。本当にカードのデザインも統一感があって素敵ですし、ゲームもめちゃめちゃ面白いっていう、この応募を機会に始めてみるでも全然いいです。ぜひ一緒に新しいビジネス、しかも僕がこれまでたくさん喜ばれて成功してきたビジネス、今度はフレッシュ&ブラッドで頑張るんで参加してください。スペシャルな機会なんで、ぜひ興味が湧いたらご応募お願いします。はい、忘れちゃいけない告知を先にさせてもらったところで店名発表します。今回の店名、すでに FAB やってる方からしたら、特に関東圏でやってる方からしたらすごい驚かれるんじゃないかなっていう店名です。もしかしたらマジック業界の人も驚く店名かもしれないです。発表させていただきます。今回高田の馬場駅徒歩1分でオープンするフレッシュ&ブラッド専門店の店名は東京 FAB です。はい、マジック界の人は東京 MTG さんっぽいって思うかもしれないですね。そして FAB 業界の人は東京 FAB どういうことすでやん、そういう名前のコミュニティあるやんっていう感想かもしれないですね。はい、この度ですね、かねてより2年ほど前からですね、交流会を日本で最初に開いてどんどん盛り上げ貢献してきた、コミュニティである東京 FAB、 最近では、いろんなカードショップさんとこうタイアップして大会をやったりとか体験会をやったりとか精力的に盛り上げ貢献されている東京 FAB と一緒にこの専門店を始めさせていただくことになりました。最初に正規輸入販売を行ったこのハッピー商店で一緒に新しいショップを始めて明るい未来を描けるのをとても楽しみしています。ちなみにこれも今日決定しました。でもちゃんとやります。今までの経験ノウハウがあるんでちゃんと、皆さんに来てもらって恥ずかしくない状態で店をオープンします。で、もともと東京 FAB のリーダーであるタケノコさんっていう方がいるんですけど、この方がこの店舗の店長です。入社していただいて一緒に頑張ります。で、この屋号とか、X、まあ、旧 Twitter ですねのアカウントも使わせていただいて一緒に、彼は店長で僕は社長で、まあ、他にも本社のメンバーがバックアップメンバーがいてやらせていただくっていう流れになりました。そしてタケノコさんと一緒に東京 FAB を通じて FAB を盛り上げてきたマイケルさんも入社が決まってます。なので単一タイトル専門店を成功させてきてノウハウそして資金がある僕たちとこの FABI と成熟度が非常に高い竹の子さんとマイケルさんら東京 FAB が一つになって本腰入れてやる本気の正真正銘の本気の FAB 専門店です。 FAB はもともと盛り上がってる中でこの盛り上がりを皆さんマジックの初期のようだみたいな感じで楽しみながらやって、でもマジックの時よりは随分早く物事がねやっぱり現代ですんで
進んでいます。そしてこれからももともと盛り上がっていくだろう、さらにって言って取り扱い店もどんどん増えてて、そんな中ですが、僕らがその予想をはるかに超えた未来に強く貢献していこうという思いです。で、それから今ハッピー商店の通販サイトの中で FAB ボックスとシングル売ってるんですが、これも新しい東京 FAB の通販サイトを作ってそっちに移す予定です。今よりももっと便利で見やすく品揃えも増強予定です。はい、ということで長くなりましたが今回の報告以上です。何か追加で聞きたいことあればぜひコメントで教えてください。最近可能な限り返信させていただいてます。ということでこれから生まれて、フレッシュ&ブラッドをめちゃめちゃ盛り上げ貢献しながら頑張っていく東京 FAB の店舗通販ぜひご利用や応援そしてご注目よろしくお願いします。今日の動画以上です。よかったらチャンネル登録、動画の評価、コメントお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。